先週に引き続き、このダルマストーブでですね、今からランチを作っていこうと思います。ラーメンです。このダルマストーブの上で、お湯を沸かしてるんですけど、先週はね、これでコーヒーを飲んだりしてたんですが、今日はですね、ラーメンをいただいちゃおうと思います。ちょっとお昼の悩みがありまして、お昼ご飯いつもお弁当持ってきてたり、ご飯持ってきてたり、タンブラー持ってきてたりするんですけど、冷めちゃうんですよね。冷めちゃうので、丼と袋麺持ってきて、熱々のお湯をかけて、しまいにはですね、このラップをして食えんじゃないかっていうことをやってみようと思います。なんか今回やってる間にピー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 言い出したんで、もう早速作っていきますよ。調理は簡単。袋麺の麺を入れます。入れましたよ。ピーピー言ってるお湯を入れます。激アツです。ちょっと気持ち多めにしようか。ラップをすると、これで結構ね、高校生の時にラーメン食ってたんで、こうやって約5分ぐらい経ったので、ここでこの粉末スープ入れていきまーす。これはね、革命的ですよ。この畑でラーメンが食えるっていうのは。今回袋麺なんですけど、これ、5個入りでいくらだ、200円ぐらいなんで、これ1食40円ぐらいですからね。完成です。酢ラーメン。いきます。ちゃんとラーメンになってる。あ、いいですね。これ最高です。で、これだけじゃ足らんだろうって思うんですけど、ご飯もね、持ってきてますんで、これ、ラーメン食い終わったら、このご飯をラーメンに入れて、ラーメンライスでいただきます。いや、これでちょっと冷や飯を食わなくてよくなりそうですし、何よりその朝の準備がね、だいぶ楽ちんになるんで、これ。あ、めっちゃいいと思います。これめっちゃおすすめです。畑でラーメン。ぜひ皆さんもやってみてください。